はい、やってきました、羽曳の中央霊園です。それでは古墳を見ましょうかね。まず南から行ってみましょう。それぞれかなり平たいやろ。あ、やっぱり天井来たね、これ。あ、平たいぞ、かなり、ほら。こちらの方が北川やから、東大阪から、まあ、ガスわからんか、こっち市内ずっと来るとね、ここに阿部の春風やな。堺城の変化ございます。橋伏山西峰古墳。いやー、いい眺めやね。これ棒掘っちゃったんかね。すごいね。空棒かね、これ。河内長野、手前が富田林、富田林ね、ピエールのとこがこれね。ほんでちょっとはっきり分からんけど、これ堺、堺ずーっと大阪市ね、というふうなね感じでございますけど、橋伏山西古墳、いつかね、これ確か7世紀くらいやったな。7世紀ですね。これの大きさはおそらくね、どれぐらいあるんやろ。大きさ書いてある？書いてないか。1350年前。一辺12メーターか。7世紀になるとね。もう領土で。これやっぱり、これはどうだろうな。石碑っていうのよりもせっかくでもいいかもしれない。これはせっかくやな、これ。せっかくでございますね。中には入れませんね。天井石が大きいの一枚と、これはね、おそらく奥の石も一枚やね。左も一枚やね。右がちょっとわからんな。右が一枚二枚。右は何個か積んどんのかね。どうやろう。一枚もんか。わからんな。いや一枚もんかもしれんな。見ると、あ、両袖やね。ちょっと石がなくなっとるけどね。で、ここにね、空壕を掘ってやりますからね。ああ、これは排水溝があるか。羽曳の中央霊園の中でございますからね。橋伏山西峰古墳でございました。それで行ってみましょうか。霧戸1号墳。霧戸2号墳を探し回ったけど、わからなかったな。どうやったのね。綺麗なお墓が、面白いお墓がね。
ちらが霧戸の1号分でございます。あら、看板もなかったんかね。はい、失礼します。看板がなかったというのはちょっとびっくりでございますけどね。天井石が1個だけ残っとるわけですね。前回来たとこ、ここいっぱいね、クモの巣が張ってたんやけど、今日も張ってるな。あ、いただ、頭。まだだ。あ、いっぱいクモの巣張ってますわ。あの上やったのが、あの石が、ここの天井石かね。そんな感じもしないじゃないね。あんまり来てないからね、ちょっと古いかな、6世紀かな。ああ、収穫の跡が見えますね。セメンいっぱい詰めてる、まあ、かさそうになってね、かさそうでございます。セメンがいっぱいね。ああ、すごいね、これ蜘蛛の巣がすごい、蜘蛛の糸が。これは特徴的ですね、このね、天井石が1個だけ乗ってるしな。ちょっと横から、上から長いの、横上から。いやー、この上にね、この石室、現実にね、これにあの大きな2枚分の石がはまると、ね、すごいんだろうけどね。高っ。わからんね。12メーターの円墳ということで、ね、記載されてるんだけどね、高さが下からやったらおそらく、手前が2号墳、3号墳、6号墳、特殊器台でございます。小持器台、陶寸、家型石鹸、家型石棺、家型石棺、あ、いや、あれかな、もうあったんかね、どこあんのかね、行っちゃいましょうね。ということは6世紀か7世紀か、その前後やね、ちょっと書いてないね。組み直してありますね。セメンを中に包み込んであるんでね。まあ、それでもかなりね、成功作られてますね。はい、これでね、両袖になってますから。石棺があったら良くないんだけどね、石棺はありませんですね。木棺やったのかね。木棺。直径13メートルの円墳でございます。前回来た時雨がパズ雨が降ったんでね、降ってたんで、あら、これは袖は、あ、こっちか、ここか、傘袖でございます。ちょっと石室としては小ぶりでございますけどね、さっきのと比べたらね、ちょっと小ぶりだけど、円墳か方墳かわからんというかになってるけど、まあ見た感じは円墳やけどね、10メートルの円墳。
ね。ちょっとねこの作りが何と言いたいか、作りがねちょっとおかしいんだよね。これ袖が見当たらないんで、袖が普通は袖があるんやけどね、袖が見当たらんのもまだ珍しいんだけど、もう入ったね。これおそらくねやり直してありますからね。大谷古墳群と周辺の古墳、都道城山古墳、隠行陵古墳、中津山古墳、中愛陵古墳、王神天皇陵古墳、赤山古墳、人間陵古墳、峰川塚古墳、白鳥塚、白鳥塚古墳なんだ、ああ大和武尊のいうことか、清明天皇陵、安官天皇、大谷古墳ね、三塚古墳、霧の一古墳、あ二古墳が分からんな、王古墳群、これ王古八古墳って、一回言ったんやけどね、行けなかったね、分からんだね。観音塚古墳、五稜山古墳、あこの五稜山古墳ももうあと10メーター20メーターでね、あれ崖上がらないかんでね、ちょっと行けてないね。聖徳太子墓古墳、陽明陵、高徳天皇、美田天皇、水戸天皇、双子塚古墳、双子塚古墳どこだ。また上がるか上まで、あー大変だ。あの大古八古墳あの上あたりやけどね、一回ねずっと上がっていったけどね、わからんとまた裏から上がったけどね、わからなんだね。この暑いのに、あら誰も歩いたともないね、誰も歩いてませんわ。まさかまた守り神と会うんじゃないだろうね。草ぼうぼうでございます。あらここにもねロープが切れてんねんな。眺め最高でございます。中やっぱありますね。これはほんまに精巧に作られてるね。ちょっとあの真ん中割れとるけど、ちょっと割れて斜めになってるんだけど、ここ入りますか。はい失礼します。ちょっと入らせてもらおう。これは本当にね、おおこれは綺麗に作ってるわ。これしゃないかね、セメじゃないですからね。これ石を切っとんですからすごいですよ。でもちょっとね丸くね丸く切ってますよ。すごいね、石火のしてんでね、せっかくなってね。奥行きが2メートル以上あるね。浮いてさ、ね、ここから先はでっかいですよ、いうことで。おー、あすみこですわ。こんなにセコ作っとるわね。あ全然隙間がありませんからね、全くね。あ、これ欠けとるね。こんなとこでバワセ入り。あ、これはちょっと待てよ。これは。なんか新しそうな感じがするんだけど、これとこれね。素晴らしい。ちょっとね上が欠けとんのがちょっと。Thank you.
お部屋塚古墳やね。はい、ありがとうございます。全然入られへんがね。もうむちゃくちゃになってます。やぶになってます。太平塚古墳入れませんか。あら、残念ですね。いやー、一回入ったんだけどね、入りませんでした。これはちょっとね、残念でございましたね。下どんな状況？ああ、ちょっと緩いかな。ああ、入りたいけどね、入れませんか。おお、ちょうど上、電車入る。これはまあ秋来るかやね、ダメですね。はい、ありがとうございました。7基回ったんだけどね、上から見るとね、近接南大阪でございます。ちょうどあの付近やけどね、あの付近どこや、あの付近か、あの先あったやな、この辺やな。ちょっとね、入りませんでした。残念でございました。